こんにちは、海月チャンネル内藤和弘です。今日は2022年11月28日、になります。まあ浦安マリーナに来ております。後ろのですねハトラス60コンバーチブル、エンクローズドフライブリッジ、いよいよですね、今日出航します。浦安マリーナの最後の日になりました。ちょっとね寂しい感じもしますけれども、浦安マリーナのですねフラッグシップとして長年ここにありましたけれども、今日が見納めとなります。少しですね開港の様子動画にアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では出航してまいります。両舷使って発電機を借りました。これから出航します。
それではまた海で会いましょう。内藤和弘でした。